今回は鹿児島県鹿児島高牧カントリークラブアウトコースの5番ホールレギュラーティーからピンまで338ヤードミドルホール攻略を紹介します。ティーショット左ドッグレッグのミドルホール。ティーショットは左側マウンドの裾狙い、飛ばし屋はマウンドの上を狙っても OK。 セカンドショットつま先上がりのライに注意。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。アウトコースの5番ホールはパー4、レギュラーティーからピンまで338ヤード、ハンディキャップは11、左ドッグレッグのミドルホール。難易度は18ホール中10位、平均スコアは 5.42、 平均パット数は 1.98。 100切りの人は3-4-2パットが無難です。アウトコースの5番ホールパー4、レギュラーティーからピンまで338ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、左ドッグレッグのミドルホール。ティーショットは、左側マウンドの裾狙い。飛ばし屋は、マウンドの上を狙っても OK。アウトコースの5番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、つま先上がりのライに注意。アウトコースの5番ホール、パー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。